はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちら、アシェットの週刊トヨタ 2000GT を作る、こちらのボリューム139ですね。こちらの制作をやっていこうと思います。はい、全部でね150までなので、いよいよ残り10、これ入れて残り12号かな、になりますんで、ラストスパート頑張ってやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では139号やっていきましょう。139号は基板の取り付けということで、この基板を、台座に取り付けるっていう作業になります。なんでちょっと作業的にはね結構少ないんで、ささっとやっちゃいましょう。はい、というわけで、このエンジンを逆さ向きで出してきまして、基板がつく場所はここですね。ここに、このスイッチがここの穴からニュッと飛び出すような形でセットします。でセットしてあげると、ここのネジ穴の位置がピタッと合うので、ここをネジ BP を使って固定してあげます。よいしょ、こことはい、この2箇所ですね、2箇所ネジで固定してあげたら、ここにね配線をつないであげるんですが、この配線のところにね書いてないな、あ、 A と C って書いてあるので、これを見た上でつないでいくんですが、なんでこれこんな結び方してるのかな。配線まとめるのはいいけど、こういう変な結び方するのやめてほしいな。なんでなんでこんなことすんの。よいしょ、いけるかな玉結びみたいな結び方してる。二重結びかな。はい、ほどいてあげて、まずこの C が C のところに刺さると。よいしょ、でこっちの A がこの基板にね ABC って書いてあるんで、それぞれその箇所に刺してあげる。でこれが B ですね、ここに B って書いてあるので B を B のところに刺してあげる。はい、こういう形でセットしてあげたら、これで一応今回の作業は終了になります。こんな感じ。一応ね、写真というか CG で見ると、A だけこっちを取り回して、 B と C はこっちを取り回してみたいな感じで書いてあるんですけど、まあどうでもいいと思います。はい、収まれば OK だと思います。はい、そしたら今回の作業はこれで終了で、次の、140号では、バッテリーボックスの取り付けとデカールの貼り付けということで、ここにバッテリーボックスを取り付けてあげて、で、エアクリーナーかな、エアクリーナーのところに貼る、エアクリーナーというかサージタンクのところに貼るデカールがついてくるみたいですね。はい、なので、あと基板、ここの台座側で言うと、電池ボックスつけて蓋をするっていう感じで終わりだと思うんで、それが終わったらいよいよね、この上っ側、最後の組み立てに入っていくっていう感じになると思いますので、いよいよね本当にラストスパートっていう感じになってきますので、まだ続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。